フライデーナイトふっとりこ。こんばんは、ふっとりこです。こんばんは。ふっとりこは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、はい、番組放送の翌日以降には Spotify、Apple Podcast などのポッドキャストサービスやYouTube でのアーカイブ配信も行っていますので、こちらでもお楽しみください。現在アーカイブをお聞きいただいている方はポッドキャストのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、いいねもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。風の吹くまま気の向くまま毎度お騒がせしております、サスレンサポーターあきらです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、パンダさんお願いします。私は間に合っているようで間に合っていません、トリコパンダです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕はもう間に合ってないですね、完全に。はい、はい、以上の3名でお送りします。はい、いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはふっとりこ、 FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にふっとりこやってるよと教えてあげてください。はい、アプリの下のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたり、インバイトピープルというところでお友達に教えてあげたりすることができますので、よろしければお願いします。お願いします。はい、最後にふっとりこのハウスのご紹介です。コミュニティのようなものです。ハウスのメンバーになっていただくとふっとりこについての通知がいくようになりますので、ぜひお願いします。はい、ハウスのメンバーになるやり方はアプリの一番上のふっとりこの文字をタップするとハウスのページになります。はい、で、ここでジョインふっとりこというボタンが表示されている方はまだメンバーになられていないので、ボタンを押してメンバーになってくれると嬉しいです。はい、はい、ちなみに現在のふっとりこハウスメンバー数はあれ690名です。おお、もうちょっとじゃないですか。あら、ありがとうございます。すいませんね、大きい声出して。いや、700ってすごくない？いやそうですか。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ではでは、本日のトピックに移っていきたいと思います。はい、はい、では一つ目のトピックです。ツアー選手、加藤選手の負傷についてです。はい、まあ、2つリリースとしてね出た、ものですね。はい、おさらいというかおさらいですね、なりますね。はい、1つ目、角田涼太郎選手の負傷について、10月15日日曜日 J リーグ YBC ルヴァンカップ準決勝第2戦浦和レッズ戦で負傷しました、角田涼太郎選手が下顎骨骨折と診断されました。なお10月17日火曜日に埼玉県内の病院にて手術を行いましたので下記の通りお知らせいたしますということで、下顎下顎ですよね。はい、うん、に関しては経過を見て判断ということになっています。はい、まあショッキングな写真を見た方、見ちゃった方も、まあ、いらっしゃるかなと思いますが、僕も見ましたけど、まあ、あれを見るに結構ね、はい、あれもだし、まあ、食らって跳ね返って一回座った後もやばかったじゃないですか。もうあの時点でただ事じゃないよねっていうのは改めて思いました ね。はい、まあ、ちょっとね、あまり見ないというか、逆にちょっと、ね、僕らもすごくなんか想像できてしまうような、すごいあんなもん何回もあってたまるかって話ですけどね。格闘技でもない怪我だよ。ええー、ね、
まあ、普通にね通常の生活もねかなり大変になってしまう気がします。しばらく飯食えないのがきついと思う、ね、アスリートにとってもだけど普通に生活をするのが困難。ね、まあ、そこであのね妻の妹さんが浦和のレディースにいるんですけど、うん、近いからね、そうそうそう、すぐ来てくれたみたいな。そうそうそう、お見舞い来たまでは良かったんですけど、うん、差し入れがプロテインだったっていうのちょっと笑っちゃいましたね。まあ流動食だけどさ、ね、っていう確かにねっていう。いや可愛いんだよな。そこって思いましたけど。いいね、センスいいね。いいセンスしてんな、多いと思いましたね。はいはいはい、可愛い妹だと思うよ。ね、あとはだから他の男の怪我と違ってやっぱりそのねその部分以外の部分をねの筋力維持するとか、いやそうですよ、飯が食えないの心配維持するとかね、死活問題だからアスリートにとっては、飯もそうそうそうだし、その維持するっていうこともまあだいぶ難しいというかまあ無理だろうからね、コンディションを戻すまでにすごくかかると思う、うんね、そうそう、経過が治るまでないもんね、そもそも体絞ってるしな、うん、まあなのでね、まあちょっと先のことはまああまり考えすぎずにね、あのまずは生活できるようにまずはね回復してほしいなと思いますね。風邪ひかないようにしてほしいですね、うん、まあそうね、はい、という津田君の怪我ですね、はい、はい、で上島選手についてはリリーさんまだ出てはいない状況ではあると。出てないですけど、うん、写真出ましたよね。あ、本当出てない、あの横浜エクスペースだったかな、あの右目の、まあ、いわゆるクマになるあたりですか、うん、普通の人なら、うん、そこなかなかですよ。切ってた感じ、切ってたっていうかくぼんでたっていうか、骨折なんじゃないの、内出血の跡が、ね、多分骨折だと思うけどね、うん、あの感じはあれは、ね、というか、まあ、安定というか、うん、なるほどな。いや我々は浦和に何だろう、ダイナマイトでもしに行ったんですかね、うん、格闘技でもしない怪我だよ。いや本当に、ね、そうですねっていうような感じでしたね、はい、ということで、まあ、そのセンターバックの、ね、台所事情っていう話が本当に、まあ、大変なことになっている状況ではありますね、はい、いやでも上島君も、はい、上島君もねまたその本人の状況というか、松永君と組んでということもあるけど、ね、あの役割がはっきりしてきて、また、ね、復調というか、あの試合に入れる部分が見えてきたところでのまた怪我になってしまったので、それもまたね、もう一回大変かなという感じはしますね。よく10分続けてくれたよね。いや本当にそれはね、うん。戻してもよかったと思うけどね。はい。で、角田君の怪我の話は、そういうことですけれども、まあ、合わせて、加藤いじり選手の負傷について、10月14日土曜日の練習中に負傷しましたディフェンダー加藤いじり選手が右ハムストリング肉離れと診断されました。なお10月17日火曜日に神奈川県内の病院で手術を行いましたので下記の通りお知らせいたしますということで、肉離れでの手術ということですね。なんか肉離れって一言に言ってもいろいろあるらしいですね。3度だと思います、重症。肉離れって段階が確か3段階あって、うん、1、2、3ってあって、3の重症っていうのが、断裂なんですよ、筋線。はいはいはい、筋線断裂でも肉離れって要は断裂なんですね、はい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 、で損傷とあの部分断裂と完全断裂っていう多分3段階になってるので、あ、多分しんちゃんの怪我に近いんじゃないかな。 あれは筋繊維がっていうよりは、骨から剥がれちゃったんだよね、確かしんちゃんの。そうでしたね、そうだから肉離れとは言わなかったけど、だから程度で言ったらあんな感じなんじゃないかなっていう、5ヶ月っていうとね。あ、そうですね、はい、全治5ヶ月見込みというふうになってますね、うん、はい、まあ、加藤いじり選手もまさに、まあ、溶け込み始めていた段階、うんですね、ACL での活躍もあってっていう段階だし、まあ、パリ五輪世代ということもあって、まあ、なかなか厳しいタイミングでの怪我になってしまったので、しかも大きい怪我でね、うん、まあ、残念としか言えようがないですけど、はい、っていう状況ですね、はい、うん、
で、まあ、ここに、まあ、怪我としてのリリースがまだない選手としてもまだ、全体の、まあ、合流というかベンチ入りっていうところが見えなさそうだという選手としてはナムテヒ選手と、まあ、エダル選手ですね、はい。うん、まあ、この2人の状態はまだ、まあ、あまり表に出てきてはない状態ではありますよね、はい。まあ、その何週間レベルの怪我についてはリリースを出さないっていう方向じゃないですか、うん、最近もはや、うん、2ヶ月3ヶ月とかってなった時はリリース出るけど、うん、まあ、何週間っていう感じだったら出ないよみたいな流れなので、うん、まあ、シーズン中には戻ってくるんだろうなって感じですね、その辺は。うん、そうそうね、おそらく、うん、そうなってほしいですね、はい、っていう状況で、まあ、結構ね、はい、台所事情としてはまた辛い状況になってはきていますね、さらにね、はい。まあ、それだけ強度の高さがやっぱりさ、うん、なんていうのかな、 J 全体で上がってしまっているので、それに対して人間の身体能力とか筋繊維の量、太さとかって急に上がるものじゃないから、うん、そこにアジャストさせていくのってやっぱり年数かかるものだと思うの、まあ、特に他のクラブから来た J2 から来たとかっていう選手がアジャストに時間がかかるのは多分そういうとこもあると思ってるから、うん、加藤選手とか、そうですね、特にそうそうそう、まあ、スノピもまだ2年目っていうのもあるし、だからまたそのね、動く方向とかも違っている部分があるだろうしね、うん、マリノスに来て、だからそう、なんかこう一概に周りの環境がとか試合がとかっていうよりは日々の積み重ね、うん、でどうしても怪我が起こりやすくなってるっていうのは事実としてあると思うんだよね。そうね、うん、まあそれにしても辛いですね、ここまでいろいろ重なるとね、そう、まあ、関係ない怪我もね、こういっぱいあるから ね、まあ、そうね、今回はね、うん、そうなんだよね、まあ、そういうのがちょっと重なってるのはまああるね、うん、うん、難しいですね、まあ、骨折系が、うん、多いからね、どうしても、うん、なんか派手な怪我が多いんですよね、いや、練習できる人数が20人以下ですか、約。今日さっきあの船木さんマガジン読んだんですけど、うん、そう、動ける人数18人と、そう、紅白戦すらままならんっていう、マリウス史上ないですよ、ここ最近紅白戦できないって、本当コロナ禍であの全員隔離に出した時以外、うん、そうね、うん、ここ5年で一番きついですよ、多分きついきつい、それだって紅白戦ができないということは、うん、ACL 用にこう、うん、2組体制で行くってこともできないってことだからね、うん、ええ、それで4試合残ってるんですよね、はい、グループリーグ、はい、ミッドウィーク海外もこの後ございます、いやタフや、いやユース来るかなでもとりあえず練習するためには必要だしね、まあそこはね、あの声かけられるとこ一応ありますからね、うん、声かけてるんでしょうけどね、ちょっと前だとね、関東学院、うん、とかね、一緒にやらせてもらってたりしてたよね、はい、まあちょっとね、そういう状況ではあるので、まあそうですね、選手もね、どう、まあ、スタメンの話とかもねよく出ますけど、まあ本当に誰がどういうポジションで出るかもわかんないけど、まあこういう状況に対して、まあ、やっぱりその選手のためにって思ってる選手も結構多いようですから、ただそう気持ちでさ頑張ろうと思っても、うん、これだけさ周りの選手が怪我するとさ怖いよね、やっぱ恐怖感ね出るよね、うん、思うけどね、うん、その中でもやるんだからね、しょうがないと割り切っていたってっていうとこっすよね、人間だからさ、うん、まあ、かつその稼働が上がるっていうことも、まあ、もちろんあるからね、まあ、もちろんもちろんね、うん、はい、まあなので、まあ、今までにないポジション編成になってる可能性もあるよね、この目の前の一社だけじゃないからね、はい、うん、あ、そうね、そうね、うん、はいはいはい、はい、ではあるので、うん、まあ僕らは
まあそうは言っても試合は来るので、まあそこに臨む選手たちを応援するしかまあないはないですし、そうですね。なんかこれ変ないい意味として捉えないでほしいんですけど、あの怪我してる選手ばっかりを応援しないようにしたいんだよ。あ、うん、そうね。どうしても分かるじゃん、その、ね、気持ちは。だけどそうなってきた時に今頑張ってくれてる選手にはよりなんか届けないといけないんじゃないかなってすごい思ってて、うん、そう、あの試合は来ますからね、試合は来るし、なんなら今この状況でかかってるものもあるし、それは変な話、僕らよりも選手たちの方が気にしているだろうし、それに向かって俺がやらなきゃっていうコメントがね、いくつか出てきてるので、現に選手からそれを組まないでどうするって思いますね、見てる側の人間としては。これは僕の意見ですよ、これは僕の意見です。まあ、ちょっとこういう話題を喋ってるとやっぱそうなってしまうんですけど、あのだんだんねちょっと辛くなってきちゃうんだけど、まあね、でもまあそのあかけたポジションに入る選手っていうのはね、より応援したいし、なんだろう、そこでその奮闘している姿をやっぱり後押ししたいですよね、はい、っていう、まあ試合が多分あと本当に後押しが必要な試合がね、この先続いていくんだなというふうに、まあ、それしかないっすよね、ここから先。今だからこそ一人一人にちゃんと届けた方がいいよって思うよ、推し選手いる人は特にそうだしね。だからこのタイミングで丸々会がいっぱい開催されますよね。そう、終盤に向けてっていうタイミングではあったんだけどね。それはすごい、まあタイミング的にはね、救われる選手がいるかもしれないですよね、うんうん、のでね、丸々会の方、丸々会、丸々会って選手会って講演会みたいだけど、そうそうそう、推し会ですね。そう、推し会ですね、はい、そうでした、そうでした。推し会の方もね、ぜひ皆さん、あの推しが関わる方は参加してみていただいて、はい、ね、あの推しに届く、あれ届きてますもんね、本当にね、はい、あの届くと思いますので、参加してみてはいかがでしょうか、はい、という、はい、まあ、チーム状況を含めて角田選手と加藤選手の負傷についてのお話でした。はい、はい、はい、次います。次は小ネタではないんですよね、はい、いや重大なネタですよ、はい、2024シーズン席割チケット価格について、はい、これは大変革と言ってもいいでしょう。なんかさ、でも大変革なんだけど、まあちょっとね、あの目の前の試合とこの状況で多分それどころじゃない方が多いので、いや今出すのできないのはしょうがないんだけどさ、そうそう、もちろんね、もちろんだし、まあでもこれはこれでね、ちょっと見ていくといいかなと思いますね、はい、はい、2024シーズンの席割チケット価格についてお知らせいたします。それぞれの観戦スタイルに合わせてより楽しんでいただけるよう、一部席割と標準価格を変更いたします。引き続きダイナミックプライシングで販売いたします。何卒ご理解いただけますように、お願い申し上げますという、何卒、ね、ダイナミックの割には安いから、うちそう気づいたと思うけど、ね、ダイナミックみんな初めて見たら気づいたでしょ、みんな。そうまあでも、まあ、初回だからね、まあまあ、まあ、うちも最初ちょっとね、そう言われたけどね、結果的に他がもっとダイナミックしちゃったっていうだけなんですけど、これはもう我々のスタジアムは広いからですよ、まあまあ、そうはい、本当にそう最高、はい、ですね、意外と変わるんですよね。だいぶ変わりますよ、これびっくりしましたね、僕見て。まず日産スタジアムの、席割が変わります、一部、はい、まずですね、サポーターズシート2階席についてですが、中央はサポーターズシートとして残るんですが、はい、両脇は、メインサイド、バックサイドに、合体というか合流します。そうなんですよ、1階は、うん、ほぼ変わってないから、1階はそのまま、うん、はいですね、はい、で、席割りが変わったと同時に価格が変わるんですが、はい、それが、サポーターズシートは値上げ、バックサイドは値下げによって、はい、一番安い席がバックサイドになると。いやいや、これみんながさ、画期的ですよ。みんなが言ってたやつからっちゃったよ。そうついに来た。言ってたじゃんって考えるか、それは言ってることはそれはクラブも考えてるよっていう。そう。いや、どっちの意見も合致した結果、それでいいんだなって思ってもらえたらどうしたら、そう、みんなで言った甲斐があるんじゃない。うん、
はいですね、うん、いやこれは素晴らしいという素晴らしい、まあまあ、やってみるべき、ね、施策だったよね、うん、試してみるべき施策だと思うので、うん、あのまあ なぜこうした方がいいかって話、まあ、なんかねよく、まあ、パンダさんよく されてたと思いますが、うん、あのまあサポーターシートなんて言ったらいいんだろうね、あの値段でサポーターズシートに来てしまう人が大勢いたんだよね、要は一番安い席ですからね。そう、はいはいはい、確かに日産スタジアムに行ったらゴール真裏の1層の前の方とか言ったら試合ほとんど見えませんよ確かに、うん、だからだかといってそこって座りたい人たくさんいるわけじゃない、応援したい人たちが、うん、でもあの値段で選んであのそこにいたいっていう人ももちろんいるわけ、うん、でもだったとしたらもうちょっと安い席が別にあったとしたらそこに行きたい人もいるんじゃないかっていうのは前からね言われてたことで、長年の仮説でしたね。そうだから応援したって応援したい人を優先するためには多分その方が確実だし、なんなら常にダイナミックで結局サポシが上がっていってしまってるのは事実としてあったじゃない、うん、人気があるのはサポーターシート、はいね、そう、はいはい、だったらそれより安いシートがあるんだったらそっちでゆっくりゴルラの雰囲気も感じながら試合を見れるっていうシートがあってもいいんじゃないかっていうので、そこで目をつけたのがみんなバックサイドだったんですよね、うん、メインサイドになるとちょっとまた選手が近いからっていうところで別の価値が発生するの で、うんうんうん、でそこに対してこうサポシとメインサイドの値段が関わってくるっていうのはまあ全然ありだと思うんで、今回みたいにあんまりそうもともと人気もね、人気で言ってもそんなにある席ではないから、ここでこういうシートが生まれたっていうのはいろいろな施策にも使いやすいだろうし、そうそうこれ大きいんじゃないかなって思いますけどね、安いしこれね、だどのぐらい移動するかだよね、うん、実際にね、うん、多分サポシはほぼほぼ年付で買ってる人たちがいるじゃない、うんうんうん、サポシはほぼ年付ばっかりになるんじゃないかなと思うよ、うん、で今までサポシの端っこで見てた人たちがじゃあバックサイドの年付の方が安いかそっち行こうってなったら、うん、なんかみんなウィンウィンなんじゃないかな、試合見やすいしね。なんだろうね、だし値上げと言いつつ試合単価は200円ですからね、うん、上がり幅は、うん、ならなんだろう、まあなんかそのなんだっけ、値段じゃなくてその場所を選んできたい人だったら、うんうん、そこまで負担なく選べるっすよね、うん、まあそのなんつうの、上がり幅としては世の中の物価に対してって言ったらそんな大したことないっていうか、うん、まあ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 、そこまで大きい幅ではない、はい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 、し、これで万が一このし価格設定が間違ってるって途中でなったとしたら、多分それはダイナミックプライシングが逆転した時だから、うん、それを指標にして来年度は進められるんじゃないかなって思います。まあ結構これそのお試しというか、あのやってみようやってみようって感じだっていうのは。伝わってるんじゃないかなと思うから、まあ一回やってみて本当に来年やっぱり買えますみたいでも全然なんか受け入れられるんじゃないかなと、うん、まあ正直あんだけやいのやいのが起こりゃそりゃそうだろうなと思いますよ私ね、はい、2階席のサポシ今うまいこと使えてないっていうのもあるから、そう、うんうん、そうなんですよね、正直逆にね詰めて、うん、あの寄せて、うん、寄せるし、見る人は見るしっていう風にね分けれるから、これ1個プレッシャーの方、うん、2階のサポシのみんながちょっとプレッシャーだと思うんだよね、うん、そう、これで質が担保されなくなってしまうと2階全部サポシじゃなくなってしまう可能性もあるから、あ真ん中の人たちがねそうだから今現状いる人たちがちょっとプレッシャーかもなって思った、ね、うん、まあ、でもそこは大丈夫どうですかね、2階の熱量保ちたいよね、うん、でも、うん、そこがぎっしりになるんだったら、このエリアは大丈夫じゃない、うん、いやだから分かんないじゃん、そこでもともと応援したくてポリシー持ってやってる人たちとそうでない人たちって絶対いるから、はい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 、その温度差がどこ出るか蓋開けてみないと分かんない、まあね、なって思う、まあ、両サイドの方が安いんでっていうのでどうなるかですよね、うん、そう両サイドじゃなくてバックサイドの方が安いんでですもんね、うん、でも結構その2階席の、あ、まあそうね、そのサポシの、あ、2階のバック、今バックサイドになろうとしているところで、そのあえて立ってやってる方もいらっしゃったりするから、うん、その人たちが真ん中に凝縮する、そうそう、寄ったりし、寄ってその質が保てるっていうことになるんじゃないかな、なるといいな、
って、まあ、先生外野ですけどね、はい、サイドに行っちゃったことによってね、はい、あの、うん、今までまあまあまあそこそこ応援してたみたいな人がまったりってモードになってしまう可能性もあるし ね、 そう、本当やってみないと分かんない。そう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 、だから本当にね、そういう意味でやってみないと分かんない、そうそう、やってみないと分かんないし、やってみるべき、うん、ものだったかなと思うので、うん、あの僕は大変支持いたしますね、これは、はい、はい、そして、はい、もう一個の方、はい、もう一個ね、あ、はい、ちなみにちょっと価格ちゃんと言っとこうか、はい、バックサイドがですね、はい、3300円から2900円になります。すごい、安い、はい、安いだってさ、これさ、バックスタギリの人もさ2900円になるんでしょ。そうっすよ、お得ですよ、争奪戦じゃんはい、だってさ、そうだよね、だってサポート、あ、安い、まあ、でも今回ほら、はい、バックサイド2枚ペアで半額みたいなやつじゃないですか、まあ、あれぐらい、やろうとしてるぐらいって感じだね、はい、うん、で、サポーターズシートの方が2900円が3100円になりますということですね、うん、で、ちなみにこう小学生料金は実は変わらなくて、うん、据え置き、そうなんです、サポーターズシート1200円、バックサイド1300円のままなんですよね。ほう、なんか意図はあるのかな。え、サポーターシート、そうなんです、そうなんですよ、ここはその逆のままなんですよ、逆のまんまなんですよ。小学生は、小中学生はサポシの方が安いまま。え、嘘だよ、え、バックサイド1200円になってますよ、サポシ1300円、ビジターサポシ1300円、ひっくり返ってる、これどっちが正しいの、どっちだ、今ホームページ見てるけど、あ、すいません、そうですね、逆だ、はい、ごめんなさい、合ってるよね、バックサイドが安い、バックサイドが1200円、はい、僕が見間違いましたね、はい、バックサイドがすみません1200円です、合ってます、はい、サポーターシートが1300円で、もちろんバックサイドの方が両方安い、はい、失礼しました、はい、どっちしろバックサイドの方が安くなるんですね、はい、そうです、基本はそうです、だから価格がバックサイド、サポシ、メインサイドの順番に上がる、うん、次がバックアップ、いやー、いやー、はい、でもう一個大きそうなのが、バンデーラエリアというのが明記されてます、はい、そう、すごいね、いきなりさ、バンデーラってよくわかんない単語がさ、まあ、今年はさユニフォームがバンデーラっていきなりだからね、年始に言われてから、はいはい、もういけることになったんだね、なんかバンデーラがこう公式 の、うん、あの認識のものっていうのができたよね、なんか、はいはい、ゲーフラットみたいな、ね、超えてきたな、はい、すごいよ、そんなことが、そんな日が来るとはね、いや、なんかあれだよね世の中の他のクラブとちょっと逆行してる感じがするのがいいよね、そう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 、面白い、なんかどちらかというとこうね、あのプラトニックな関係になろうとしてるクラブが最近多いなっていうんですけど、はい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 、逆っすね、はいはい、いや面白いね、いや、いい、いいですね、はい、面白いですね、面白いです、まあ、だからってベタベタじゃないからね、はい、はい、うん、はい、は、バンデーラエリアっていうのが明記されるようになりました。そのスタジアムの絵で言うと N13 から N14 ちょうどだよね、これ。まあ、もともとあれですね、はい、あのコロナ禍の真っ只中でやってた声出し応援 OK シートのあたりですね、うん、懐かしい、はい、なるほどね、まるまるそこと一緒なぐらいかな、はい、そこがエリア囲われています、サポーターシートの中で囲われていて、うん、まあ、特にその席割りとしての指定があるわけではないみたいですね、うん、はい、ただ書いてあるだけ、はい、ですが、このエリアにはバンデーラが掲出されますって書いてあります、うん、これきっとうちうちでこの幅内になるべく基本は張るよっていう感じにはなってるんだと思いますけどね、はい、ここはバンデーラを担ぎ熱く応援したい方におすすめのエリアです。担ぎいけるんだよな、ここすぐ言われちゃった、うん、担ぎっていうんだと思って、これがさ普通にその、ね、オフィシャルの絵に書いてあるっていうのはちょっと面白いよね担ぐって言うんだっていうところにすごいじわじわ来ちゃった、はいはい、バンデーラは担ぐものです、はい、どなたかがおっしゃってましたけど、うん、これを初めて見た人、うん、我々のこう何年も来てるようなサポーターじゃなくて、うんうんうん、あ、じゃあ今度マリノス見に行ってみようかな、さて席割りどうなってるかなって言ってパッて初めて見た時に、バンデーラを担ぐって何ぞなんですよね、何そう、それはなんかちょっと構えるよね、なんかやばそうだなっていうのが伝わればそれでいいんじゃないかな、そうそうそう、はい、僕がそれ書きましたね、はい、ちょうどいい、あのバンデーラっていうのを説明しないのがちょうどいいと思いますね、そう、はい、とはとか言われないから、ね、さらにもう一個結構ね、あの強いことが書いてあって、強いというか、あのしっかり書いてあるのは、うん、また大旗などにより視界を遮られる場合もございますので、あらかじめご了承くださいとまで書いてある、見えないのは当たり前ですっていう、すごいね、これ結構英断じゃない、書いてある、うん、これは今までだったら絶対に
やれなかったし、やらなかった10年前ならっていう内容ですね。結構だからこうだとこう書いてもそこは埋まる自信はあるのかな。あるでしょ、もちろん、ね、うん、そういうことなんだね、うんうんうん、だし、なんだろう、ここまで書いてやいのやいのが起こるんだったらもうしょうがねえかなと思っちゃいますね、うん、少なくともこれを見ている人に関しては認識してるものとして扱われるわけですよね。だし、これを書いておくことによって会場警備とか そこの段階で一括して終わるっていう、うん、簡単になるんだよね。すいません、そう書かせていただいてましてっていう一言で終わるんですよ。チケットサイトにも記載の通りっていう一言で済むからね、うん、なんなら安い席他にあるしねっていう、そうもう一段階あるんですよね。そうそうそう、まあ、いや、まあ、現状は ね特にそのルールはなくない状態なので、うん、まあやっぱりこうしてほしい、こうしたいっていう、まあ、意見がね交わされることがあったとは思うんですけど、まあ、今後はこういうふうにちょっと明記して、まあ、お互いの、まあ、意見の対立が無駄に発生しないように、うん、はい、なるのかなと思いますね。まあ、いろんな意見をお持ちの方はいるかなと思いますね、はい、うん、はい、っていうことです。ドライな言い方をすると、うん、もう自治だけではどうにもならなくなったっていう判断だと思いますね。もうあったんだろうね、なんかね、そんな感じはするよね。そういうムードになっているっていうこともちょっと認識はしておいた方がいいのかなと思います。まあ、でもより、まあ、昔から言われているその住み分けっていうことを、まあ、より、ね、細かく細かいレベルでやれるようになったっていうのも、うん、まあ、あるんですね。それもそうです。うん、何より、まあ、バンデーラを守ってくれたのはすごくありがたいことだと思いますよ。そうですね、はい、はい、で、日産スタジアムの話は以上ですが、三ツ沢はですね、三ツ沢も実は、つうか三ツ沢の方が結構さ、いやこれ大々的に変わった、面白いよね。いやはい、三ツ沢は面白いです。まず三ツ沢にもバックサイドという、札幌市よりも安い席を設けることになったんですが、それが今までの札幌市のアウェー側の札幌市ですね。私の席アウェー側のコーナーですよね、78ゲート、はいはい、ちょうどぐるっと見たところがバックサイドになります。でここが一番安くなるからさ、札幌市と反対側のとこが一番安くなって人が入るんでしょ。そうなのよ、面白だし、ここね、今ね、子供たちの招待とかでめちゃめちゃ横活用されてたんで、もともと。なるほどね。そう、まあ、子供しかちょっと呼べない、逆に言うと、招待に使うには、うん、なんかサッカースクールっぽい子たちとかよくいるんですけど、うん、で我々、まあ、ありがたいことに安くはなるんですけど、ただその分争奪戦ちょっと上がるのかなって思ったりした。確かにね。そう、このバックサイドの要は何、サイドライン寄りは割と人気なんですよ。うん、でコーナーからアウェー側がすごいいつもガラガラみたいな感じなので、うん、この内側がねちょっとあれかもしれない、争奪戦になるかもしれない。これここまではもう確定なのか、マックスいつもここまでは売るのかな、干渉帯で減ることあるのかな。いや干渉帯の増減は一応触れてはあるけど、だとしても入れ、だってそれを入れなきゃいけないようなクラブは絶対呼ばないから。そりゃそうだね。そう、そこはなんとかしてカードで調整していくんだと思いますけどね。はい、逆に言うと安くなって売れたら押し込める可能性すらありますよね。うん、まあでも指定席だから、まあ、これ展示に持っていくとかね、いろいろあるからね。指定だったらそれは難しいのかな。まあでも前売りの段階で売れてるか、まあ、売り行きですね、売りですね、はい、うん、はい。でもう一つが、SC 席ができたんですね。そう、はい、できた、うん、久しぶり。昔あったよね。あったあったあった、うん、とあったよね、あったよね、あったと思った、うん、はい、大昔ね。中央の2つのゲートが、ゲートの周辺が SB 席で、その両端ですね、12ゲート、9ゲートが SC 席になるんです。ですが、がそうなんですよ、 僕よく見てみんな。これね、さっき教えてもらって気づいたんですけど、そう、よく見て。これ SC の後段はまあ SC なんですけど、前段緑で SB なんですよね。そう。いや、これは素晴らしい。前段が全部 SB 席。めちゃめちゃ素晴らしい。
これなんならサポシの方まで行って。いや、これは気づかなかったよ。これは金取った方がいいもんね。はい。うん、ここはぜひね、はい、カメラ撮る方なんか特にね。はい。あの、ミスターのね、SB の、やっぱ SB じゃない、あの、バックスターの前段はやっぱり、あの、まあ、選手も近いし、カメラも撮りやすいし、何年、臨場感半端ないし、とても人気の席ですが、そう、まあ、そこをちゃんとね、うまく、あの、SC の人は後ろの席、その前はまだ SB として売るよと、うん、いうことで、まあ、それだけ差があったんだろうね、売れ行きにね、うん、いや、そうだよね、前は売れてたんでしょうね、うん、あそこ確かにバックサイドと SB の間、うん、確かにね、この辺のエリアってちょっとね、こうまばらになる席ではあったのよ、うん、講談はね、うん、だからちゃんとその売れ行きを見て今回のチケットの席種は変えられたんだなっていう感じがすごくする。うん、前段もう一個なんか高い席にしてもいいぐらいな気がする、ね、もしくはこの SB のダイナミックを2段階にするかだよね、うん、他やってるじゃない、最前列だけ別の値段。あ、そうそうそう、あ、そうそう、まあ、だからそうそう、 SB 前段、そうそうそう、 SB 後段みたいなチケットの売り方をエリアスかければ多分いけると思うんだよ、ね、まあでも前段は速攻でなくなるよ、うん、まあおそらく先行でなくなったらなおのこと需要があるって判断されますからね。でもほぼほぼ FCC しかどっちにしろ水沢って買えないようなスタジアムになってるから、うん、ダイナミックする前になくなっちゃうんだよね、まあ、そうそうなんだよね、まあだから、はい、まあ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 、まあ、いやでも本当に、いや、すごい考えられた、あのね、なんか、うん、過去こんなに僕たちの気持ちを反映されたというか、これはでもかつそのさらに納得感あるさらにあそこそれいいみたいなね、うん、逆に全席指定だからこのデータが取れたんだと僕は思いますよ。そうね、うん、そうだと思う。ああ、なるほどね。これ自由席だったら、このここがバックサイドとか SC とかの需要とか、多分そんな分かんないんですよね。はいはい、そう、まあ、実際こう見りゃ分かるけど、そう、はい、そう、正確なデータとしては取れないもんね。そうね。いや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 。はい。まあ、そうね、一応、あれですかね、ね、C チケの方で、まあ、あの記載がされているようですけど、まあ、今年は、ね、2024シーズンも一応全席指定で、はい、行くつもり行くというふうに、はいはい、記載がされているそうですので、それで横浜は、ね、はい、いいってことにしましょう、うん、もう、はい、と、はい、いうことでですね、はい、皆さんどうお感じでしょうか。あ、サポシのみんなね、あの、これがどう出るかはちょっとやってみないと分かんないから、うん、判断難しいところだと思うけど、最終的にもやってよかったね、これになってよかったねって来年終わった時に思えてればいい、よかったんじゃないですかね。うん、うん、これせっかくまでやってもらったから、ね、そう、始まってもないですからね、まだね、そうそうそう、うまくやっていけるといいんじゃないですかね。ですね、うん、はい、というお話でした。はい、はい、どうしようかな、盛り上がるよ、このトピックは本当に。今日何時まで？普通の時間でございます。はい、半までどうしようか、一応言っとこうかな、いや、もう一個だけやろうかな、はい、新イベント、トリコロールメンバーズフラッグベアラーとは、はい、いつもの告知だと思って読んでましたが、はい、11月24日金曜日、アルビレックス新潟戦のトリコロールメンバーズ限定イベントを募集いたしますということで、いつもの、はい、イベント、あそこか、あそこか、近 J か、はい、そうですね、あ、そうか、だからそこそこホーム最終節か、そうですよね、最終節です、はい、で、まあ、募集されてたんですけど、募集イベントに新イベントがありました、トリコロールメンバーズフラッグベアラーというのができてますね。いきなりできてますが、トリコロールメンバーズフラッグベアラーを掲げながら、トリコロールメンバーズフラッグを掲げながらだよね、うん、ベアラー掲げると、まあまあまあ、その持ってる人を掲げることになっちゃいますね。はいはいはい、そうですね、まあまあ、二重になっちゃうね、まあまあまあ、はい、はい、選手を先導する形でピッチに入場するイベントです。イベント終了後に撮影した集合写真は試合後1ヶ月程度を目安にご自宅へお届けいたしますということで、表示されているのがトリコロールメンバーズのロゴ的なやつ。まだ実物がすり上がってないんですかね、うんうん、ってことですね。やったことない何人ぐらい持てるのかとかの情報が一切ないんで、はい、これが出てくるそうですね、はい、これ集合時どこ、あの、ね、入場した後どこに行くんだろうね。まあ、でもヘアプレイがあるから、
並ぶのか、そのあたりに並ぶのかな、フェアプレーが出てて、そこから主審とか審判団が出るまでの間ちょっとあるじゃないですか。あそこ、そこにギュッと詰めていくみたいな。まあでもすごい大きいわけじゃないんだろうねこれ、うん、フェアプレーフラッグぐらいじゃない多分ね、フェアプレーフラッグとかと同等ぐらいかなって思った。ねえ、そんなでかかったらすごいよね、メンバーズの力強いね。それからメンバーズの会員数によって大きさが変わりますとかだったら面白い。枚数がめちゃめちゃあるとかねあ、枚数が増えますなんか何人も何人も持ってますみたいな。あ、そう、面白いねはい、というのがあるそうですので、これ楽しみですね。ちょっとそれさ、いや思ったんだけど、土俵入りのあれです、それ。あ、そう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 、懸賞金のやつ、ね、聞いたことあんなと思った。そうそうそう、想像したらあのイメージ、あのイメージそう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 、あれね、いいじゃんそのね。いやだったら後ろが良くない、増えてもいくら増えてもいけそうな。だからあの、そう、横から出てくるとか、センターサークルフラッグの周りをこうぐるぐる回る。あ、そう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 完全に相撲ですよあれね、あのスポンサー枠みたいな感じで、あのファンがあのお金出してやるコーナーね。まあ、でもさ合ってるよね。全然そういうイメージです。合ってる、だってそういうことじゃん、トリコロメンバーズ。まあね、いやそれプレミアム会員が毎試合誰かしらそこでこうやって出てくるとかもおもろいけど、ね、プレミアム会員幕みたいなのがあるんですよね。そう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 、生入ってとかね、はい、これはちょっと見てみたいですね、はい、はい、どうなるか分かりません。新しいビジネスチャンス見えました今、うん、あのぜひぜひあの最初のフラッグベアラー、最初のベアラーにね、確かにね、そうそうそう、記念すべき最初、初回ですから。はい、はい、ということでこのネタ終わります。はい、次いきます。10月21日土曜日、2023明治安田生命 J1 リーグ第30節北海道コンサドーレ札幌戦が開催されます。はい、はい、残り4試合、これ入れて5試合、これ5試合ですね。はい、さきらくんプレビューをさっくりお願いします。あの画像作ってないんでサクッといきますね。サクサク、はい、第30節北海道コンサドーレ札幌戦でございました。明日の2時かな、キックオフですね。はい、場所は日産スタジアムで、まあ、あの今更札幌のことを言うのもなんかなって感じなんですけど、6回目の対戦なんで今シーズン、はい、ただ、前回対戦から札幌勝ってないんですよ。試合勝ってないんです、公式戦で。今14位なんですけど、そこそこに残留争い片足突っ込んでる状態でして、あら、あの勝ちが欲しい状況というのは、頭に入れておきたいところで、さらに、ババセイヤとかね、代表出てた組が帰ってきたんで、そういったメンバーもおそらく名を連ねてくることでしょうというのを、まあ札幌の情報は多分そんなもんでいいと思います、正直。まあ、やることは変わらないと思うんでね。はい、そう、まあ、予想通りの殴り合いになるんじゃないかなと思いますけど、どちらかというと考えるべきはうちですよね。うん、いやもう考えようがないのよね、練習次第だから、もうここに関しては。そう、最近ね、試合前日の練習をマスコミに公開しないことでおなじみ横浜 F ・マリノスさん。いやこれ公開してたらもうだって分かっちゃうもん、今回のことに。そんな中でケビン・マスカット監督が言っていたのは、もうできることは2つしかないと。2つって何言ってた誰かをポジションを変えるか、もしくはシステムそのものを変えてしまうか、これはね、もうまた煙巻くんだからこの人はって感じですねまあでも実際問題、そのどっちかしかないんですよね、はいはいはい、ここで、まあ、思われるのはおそらく、まあ、ユースからの抜擢はないだろうという話。まあさすがに現状いるメンバーで、まあ、特にセンターバックどうするって話ですよね。なんかまあベンチ入りは最悪あるかもしれないけど、それでも基本的にはってことよね。そうそうそう、はい、そこで不穏な動きを見せているのが杉本健雄さんなんですよ。なんなのあの匂わせは。写真にやたら映る。いや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 。で今日もツイートでね、明日の試合告知で出てくる。あの告知で出てくる。あれは一体何なのって。まあ、我々も分かんないですけど、予告先発じゃないんだから、まあ、そう、本当相手方からしたらもっと分かんないんですよね。ああ、GG 作戦、煙に巻いてる可能性もあるっていうところも含めて、ちょっとそこは冷静に見ていきたいなと思います、ね、いや、でも出なかった時のコンサドーレサポーターの反応が見たいっていう気持ちもなくはないですけど、まあ、なくはない、なくはないけど、現状センターバックできるのはサネさんしかいないので、サネとしかいないので、ね、本業は、はい、本業はそのもう一人、内視は
相方が誰になるのか、3にするのみたいな話とかも含め、いや本当に3なね、この間それこそ月曜ですよね、もうあの一戦一戦勝つことを考えるしかないというお話をしましたけど、もう本当に勝つために何をするんだこのチームはっていうのが逆にね、我々ですらわからないっていう、いやー楽しみですね、謎の緊張感とワクワク感、はい、これを味わうためにはやっぱり現地に行った方がいいんじゃないかなと僕は思いますけどねこの枠感ね、ワクワク感はね、あのシーズン最初にも同じようなの感じるよね、そう毎回最近何が起こるのっていう、何が出るの、何が出る、はい、まあ、勝たないと話は始まらないので、優勝を目指す上ではね、まあ本当に、はい、仕方ありませんよ、いつも通り、いつも通り期待していきましょう、以上です、はい、ご紹介ありがとうございます、はいはい、パンダさんホームゲーム情報をお願いします、はい、もうね最終節に近づいてきて、なんか大体あの毎回同じようなこと書いてる説もあるんですけど、久しぶりにさデーゲームじゃん、うん、そう朝が早くてびっくりしちゃったねってわけで、はい、今節のホームゲーム情報参りたいと思います。10月21日土曜日、明日 J1 リーグ第30節北海道コンサドーレ札幌戦、今年6回目の対戦です。2次キックオフでございます。冠がペガススデイとなっております。で今回ちょっともうタイムテーブルだけにしてみました。他はもう大体みんなもう覚えてるかなと思って、まあ、ちょっとそれ書いてから思ったんだけどまあ時間なかったからごめんって感じなんだけど、あのいろいろねショップのオープン時間とかがしばらくナイターモードでやってたじゃない、だからあのキッチンカーオープン9時半って聞いたらひっくり返るぐらいびっくりするよね早っと思って朝、はい、でキッチンカーオープン9時半ということはですよ、試合後も営業するわけですね、うんうん、あそうだよ、はい、皆さんお待たせしました、1日3食いけますよこれ、ね、はい、そうだ久しぶりのキッチンカー1日3食モードでございます。5時閉店でございます。で、明日は、マーメイズちゃんたちのところでリトルマーメイズが出る時間帯があったりとか、あとレジェンドトークショーですね、河合のりゅうちゃんがこの CRF CRO だっけ、はい、やってますね、コンサドーレでが今回来ます、こちらに、はい、まあ、それが12時15分からで、その裏で中はピッチ上はマリノスサッカースクールの交流戦があります。結構あのスクールコーチが燃えると噂の交流戦ですね、はい、がございます。あとはそうですね、SDGs フェスがあります。ちょっとブースの数が多すぎて全部並べたはいいもののみたいな感じになっちゃったんですけど、はい、いつも着てるあの携帯リサイクルとリズジオーシャンの他に、まあ、SDGs 関連のブースがたくさん出たりとか、あと遮断とかフトゥーロのブースも一緒に出たりするみたいですので、あと献血とか赤い羽の動きとかね、あと命をつなぐアクションも出ますということで、この辺をぜひ、結構なブース数出るからちょっとあのマップとかね、あのオフィシャルのマッチデーガイドとか見てちょっとチェックしてほしいなと思います、うん、はい、でデーゲームなので特に他に触れることはないかなと思うんですけど、なんで天気いきますね。私これ作ってる時にあのフォーマットがまあもちろんあるわけですよ、このタイムテーブルとか、で残ったやつが前回作ったのが8月だったの、うんうん、ちょうどそれを入れ替えて作ってたんだけど、前回がさあの猛暑ってやつですごいびっくりしちゃった、35度、最高気温35度みたいですね、はい、で最高気温ががっつりねもう下がりまして、最高気温22度でちょっと低めなんですよ、今日とかと比べるとね。でちょっと肌寒くなります。最低14度なので、帰りね日没5時なので帰りちょっときっと寒いかなと思いますので、うん、あの調整できる格好で行っていただくといいんじゃないかなと思います。で今週ちょっと雨心配されてたんですけど、一応明日晴れ時々曇りの降水確率 20% 予報となっております。あのでもあれだよね、厚手のパーカーとかだよね、もう20度とかになってくるとね、うん、夕方とかだしね、ちょっと帰り冷えると思いますのでお気をつけください。はい、ではここには載ってないんですけども、他のホームゲーム情報で、まずグッズいきますね、はい、このまま流れで、うん、はい、明日、グッズもなんですけど、実はあのハロウィンあるんですよね。ハロウィンがあるとは、ハロウィンに一番近いホームゲームってことで、うん、あのハロウィンイベントをやると。あ、そうなの。はい、プチハロウィンイベントがございまして、まあ、もうちょっとあのキッチンカーのとこ情報とか見てる方もいると思うんですけど、キッチンカーとかメニューでハロウィンっぽいメニューが出ますよとかっていうのがあったりとか、あとはですねグッズですね、あのハロウィン限定のカモメちゃんたちの限定グッズが
出ます。アクリルスタンドが出ます。はい、これが1210円で出ます。多分これは人気でしょうね。すぐなくなるでしょうね。牙履いてんじゃん。牙、そうなんですよ。クンさんがかっこいいのよね。クンさんちょっといいよこれ。ドラキュラ仕様でございます。、はい、でマリンさんが魔女っ子ちゃんで、マリノスケのあのこのかぼちゃいいですね。かぼちゃかわいいじゃないですか。かぼちゃ、はい、でこれぜひお買い求めください。販売ショップは、一応全店舗かなになります。ただ各店舗ごとに在庫限りあるんで、これ毎回ね、だから外は売り切れてるけどコンコース内はまだ残ってるみたいなことあるんで、初めから買い物で中入ってコンコースの店舗で買うっていうのが結構限定もの確実だったりするんで、最初先に行ってトリマとかで買えなかったとかあれば、そっちもぜひ利用してみてください。で他の新商品情報も出ますので、それはざっといきますね。マリノスオフィシャル卓上カレンダーとダイアリーが出ます、来年のですね。で、ダンボーリットのシリーズがパーカーとスウェットが出ます。あと裏肝のグローブが出ます。で、これちょっとね、古い方々が結構好きなタイプのアイテムですね。歴代ユニフォームのピンバッジが出ます。ユニフォームピンバッジさ、昔毎年もらったよね。うん、たファンクラブの特典かなんかでね。あった。そう、ただその時は多分ズボンパンツのデザインって入ってなかったかな、昔もらったやつは。上だけだったような気がする。うん、で今回全身なので、なんか古いユニフォームとかもあのパンツまで入ってるデザインなので結構可愛いよね。パンツってなかなか見ないじゃん、手元にないから。そうだから、そういうのも好きな人にとっては結構全種類欲しくなるアイテムじゃないかなと思います。で、明日のマッチデクッションが、角田涼太郎選手でございます。ぜひね、応援の意味も込めてお求めいただければと思います。はい、そんなとこかな、ホームゲーム情報は。はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、あとはあれですね、ブルーロックのコラボグッズ。あ、忘れてた、コラボグッズも1個あるんだった。はい、いつやるんだろうって思ってたブルーロック ね、コラボね。そう、これみんな一斉、なんかちょっとずれてんのかな、みんな。これね、なんかずれてるしね、また無定って書いてあるクラブもあるんだよね。うち、うん、さ、ほら、アーニャが遅かったじゃん、一周。あ、うん、そうね、遅かった。そうだね。そうそう、だからなんかずれ込んでんのかなと思ったけど、別に一斉にやるってわけじゃないんだね、じゃあタイミングが任されてるのかな。そうそう、はい。ということで、ブルーロックのコラボですね、こちら、J リーグ、プロジェクト J リーグ30周年アニバーサリーのね、一環でやります。で、ブルーロック、マリノス、担当のキャラクターが、愛しさえちゃんになります。で、私ちょっとブルーロック今読んでるところまで出てきてないんですよ、さえちゃん実は。序盤の方なんで、なんしかもまだ読んでないんで、うん、はい、なんですけど、この子は、まあ、キャラクター的には確かあれだよね、あのなんだっけ、リンちゃんの兄弟だよね。私リンクの兄弟ですね。はい、で、だからあんまりちょっとキャラクター性が分かんなくて、私この人のそう、見た目は好きなんだけどさ、結構マリノス似合ってんなと思ったんだけど、すいません、ミリシラなんです。そうなんですよ、だから他の、まあ、私推しキャラバジラなんですけど、はい、その辺が、まあ、どうせね柏に行くだろうなと思ったら行っちゃったんで、はい、ぜひね、推しの方だからあんまりまだ推してる人にちょっと出会ったことがなくて、なるほど、そうだからちょっとキャラクター性があんま分かんなくてすいませんって感じなんですけど、はい、アクリルスタンドプレート、アクリルキーホルダー、缶バッジ、フェイスタオル、マフラータオル、ネックストラップ、クリアファイル、リボンマグネットと結構出ます、うん、今回結構出ますね。はい、前回アーニャンと結構並んでたよね、スパイファミリー並んでた、めちゃくちゃ並んでた。そうで、ブルーロックもさ結構人気あるんで、どれぐらい Z 世代とかが来るのかちょっと分かんないんですけど、あ、ちなみに、あ、ちょっと後で聞こう、はい、ちょっと出てこいやのコーナーで聞くことにします。ぜひこちらもチェックしてください。以上です。はい、ありがとうございます。はい、 はい、あれは神奈川フィルさんが来る話。あ、ここでもここにあったよね、確か。けど書いてあった？いや確かに載ってないか、ゲーム情報には。ツイッターとかでは見たけど、ねえ、ねえ、あ、あのね、イベント一覧には載ってるね。あ、イベント一覧か。
そっちか。ちょっと読みましょうか。あたたたたた、見つけた。いた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 、はい、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の生演奏が久しぶりにございます。はい、デイゲームなので、まあ、明るい中でやるんですけど、まあ、10月21日コンサドーレ札幌戦の選手入場時に流れる横浜 F マリノス公式アンセムの生演奏を行います。でこの日は、神奈川フィルハーモニー管弦楽団10名のメンバーによる生演奏で超スペシャルバージョンで行われますので、まだいつもとちょっと尺中だったりとかするかもしれないんでね、はい、13時56分から頃から予定されております。はい、ありがとうございます、はい、13時56分頃からだから結構長めにやるのかな。いつもの煽りが終わってその後入場までのがちょこっといつもより尺があるかもしれないよ ね、うん、ね。ああそうか、はい、うん、はい、ご紹介。あれ触れましたっけ、すいませんね、ユニフォーム先にもらえる話。ああ私書いたけど触れてないね、読んでない。なんかね、急に出ましたよね。そう、今回噛みつけしかないんですよってやつですね。そう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 。で、明日の帰りに、先行でもらえますような話です、ね。そう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 。はいはいはい。ですので、今夜のうちに買っとけば明日発見できるんちゃうかと。そう、明日行きしにセブンイレブンとかで発見していって、で、試合会場の、まあ、いつもと同じところですね。配るところ自体は。はい。試合終了後16時より30分程度。だから試合前はもらえないんですよ。それ来て応援されると、あ、そうね、そうね、ちょっと勝ちがね、そうそうそう、フラゲみたいになっちゃうんで、そう次の試合から着られるように帰りにお渡ししますと。当日混雑する可能性もあるので先にもらえる人はぜひもらってくださいっていうことですね。はい、はい、ちょっといろいろあるんです急にてんこ盛り、ね、久しぶりのホームゲームってこうなりがちよね。はい、明日 SDGs フェスで衣料品のリサイクルとかもねやってて、不要となったユニフォームを回収してくれるそうですのでね、うん、はい、ご活用ください。はい、はい、そのようなところですかね。はい、まあ向こうの、まあ、状態がどうとかっていう感じではもうない感じではあるので、うん、もうとにかくマリノスだけに集中して応援するのがいいかなと思いますね、楽しむのがね。はい、で久しぶりのデイゲームだから一日中楽しめるので、はい、いろいろ遊んで、なんかダンボールでハロウィン遊ぼうぜ、そうお子様向けイベントとかもあるんですよ、あるみたいですよね、うん、ので、うん、なんかそういうので、ね、遊んだりしてもいいかなと思いますね。はい、秋になりますので、はい、服装などはお気をつけください。はい、はい、本日あ違った、もう一個ありました、もう一個トピックがございますね。まだあった、はい、フットリコからのお知らせです。はい、はい、来週の金曜日フットリコお休みとなりますので、気をつけください。はい、はい、来週月曜日やって、金曜日お休みやって、月曜日になりますね。はい、ということになります。はい、本日のトピック以上になります。はい、それではお願いします。はい、ミックスゾーン出てこいや。はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイナス関連、パートナースポンサー様関連のタレコミなどをお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。ます。はい、はい、来た。お、はーい、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。NPO ハマトラの足立です。この間は港里さんありがとうございました。ありがとうございました。最後チームも、はい、盛り上げていただいて、すみません、時間押してると思うんで。いやいやいや、大丈夫大丈夫です。はい、港里祭の際に、個人参助会員というものをこの応募させ、募集させていただきまして、たくさんのご応募ありがとうございました。はい、返礼品として缶バッジを用意してたんですけど、ちょっと機材の関係で当日お渡しできなくて引換券という形でお渡ししていましたので、ご用意ができましたので、まず明日の試合、札幌戦の前の11時半から1時半に日産スタジアム2階リング通路ってゲーフラ会がやるあたりに佐藤というものが担当しておりますので、
ぜひそちらで引換券と交換していただけたらと思いますので、お申し込みされた方よろしくお願いしますという告知です。はいはい、AD があのゲーフラ作ってみませんかの会で利用してるあの辺ってことですか。あの辺りに来ていただけると、はい、非常に助かります。なるほど、はい、あとこれ、あ、告知もう一個あった。明日の読売新聞の神奈川県版に港里祭のことが載ると、たこかなんとが来て、はい、らしいので、ただ私も記事見てないしインタビューも受けてないんでどんな記事になるか知りません。チェックされるわけじゃないからね。はい、記事が出ますって言えるって言ったので、はい、あ、そうですかって返しました。そうですか。あの、はい、明日読売新聞神奈川県版取られてる方はぜひご覧ください。以上です。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうね、港里祭当日になってあの来れるメディアさんがいらっしゃったみたいで、ドタドタとしてたんですよ ね。なるほどね。はい、いよいよ出ますか、その記事はね。はいはいはい、ぜひあの神奈川版見られる方はチェックして教えてください、はい、こっそりこっそりね。はい、1個訂正です。はい、はい、マッキーさんありがとうございます。トリコロールメンバーズフラッグベアラーはそう、ね、レッソ大阪戦から開催されそうです。あ、そっち、はいはいはい、へーとか言って、どうなるんだろう、楽しみ。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、さっきのブルーロックの話にちょっと戻るんですけど、はい、じゃあ先に聞くね。リスナーの皆さんでブルーロック、漫画読んだことあるとか、読んでる、マガジンで読んでる、単行本で読んでる、何でもいいですか、アニメ見てました、どれかしら見たことがあるよって方、挙手ボタンでお知らせください。どうぞ。はい、どうも。おお、来てる、来てる、結構いるだよね。結構いるな。いるいるいる、ちょこちょこいるよ。おお、いいじゃんいいじゃん。いやいや、あ、なるほどね。ほうほうほう、なるほど。ちょっと数反映されないんですけど、上がってる人は見えてますよ。もうちょっと上げてくださいね。来た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 、一チーム分ぐらい。うん、そうっすね。今、12上がっております。おい、今110人もいる。そうそう、そこにそこにびっくりしました。びっくりしちゃった今。ちょっと待ってください。びっくりしちゃった。あ、はい、ありがとうございます。はい、10分の1ぐらいか。そうですね、1割ぐらいは知ってるですね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。明日昼よろしくお願いします。置いといて、今あのさやちゃんのプロフィール見てたらすごい、うん、多分これマリノスサポーター絶対受けるなっていうところ見つけたので発表しますね。好きな動物がカモメ。狙ってるやん。ほら、好きになったでしょ今一気に。ちょっと興味持ったでしょ。最初押すかもしれないってなるよねこれ。好きな動物がプロフィールに必ず含まれてるの。他の選手も。はい、いや、ちなみに出身地はあの神奈川県鎌倉市だそうです。あら。ええやん。隣町やんけ。ええやんええやん。あれだよね、凛ちゃんお兄ちゃんだよね。代表に、あ、うん、双子じゃないと思う。代表とかも選ばれてるタイプの子だよね、確か。鎌倉生まれでからドリブルができるタイプの選手ですか。左利きでございます、レフティーです。あ、なるほど。肘かけるタイプです。そうなんです。あの、ね、ネタバレしちゃいそうだね。はい、ピクシブとか見ちゃうとね。そうです、ピクシブ見ちゃうと大体出てきちゃうんでね。ちなみにこれブルーロック発表になった時にあの、うん、リンと確執があるのはすごい、まあ、知ってたんですけど、うん、それがあのダービーチームに当て込まれてるっていうので、あの確執ってすごい笑われてたのすごい覚えてますよ。相当やん、はい、相当。この兄弟めちゃめちゃ仲悪いんで。誰が差配してんだ。そう、そこを当て込んだんかいっていう。すごいブルーロックファンの皆さんはそこを気にしてましたね。分かってると、はい、うん、確かにさえちゃんちょっとキャラクター性分かってなかったけど、これは確かにうちありだなって思いました、これだけで、はい、押せるじゃん。鎌倉生まれのマリノスの人って、僕松田栄太郎イメージが強いです。あ、なるほどね。彼右ですけどね。まあね、左利きで 180cm ってめちゃめちゃ欲しいじゃん。でかいな。うん、いいね。あ、でも靴の足のサイズ松原健さんと一緒ぐらいです、ね、26.5。 体格ほぼ一緒じゃん。あ、じゃあ健さんほぼ急にイメージしやすくなったな。左利きじゃないけど、なるほどね、はい、ちょっと愛着出ましたね、はい。
大丈夫そうですか、こんな、はい、あといかがでしょうか、そんな豆情報でどうですか、あといかがでしょうか、あのランスタッドさんによるツアー&交流会の話、これセレッソ戦の時やるやつですね、はい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 、これの申し込みが22日いっぱい、つまり日曜日ですね、はい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 、はい、までになります。ノート見たよ、あれね、面白かったわ、あれ、あのケビンと CEO の対談めちゃめちゃ楽しみじゃない、 それも気になる、本ちゃんの記事も楽しみだし、ノート時代も面白かったし、ぜひ読んで、いや社長のゲーフラ作る、自分のとこの社長のゲーフラ作る人初めて見た、いや、いきなりあの1年目でゲーフラに手を出すパートナーさん多いこと多いこと、そうで、ゲーフラの何の略かっていうのをちゃんと知ってるっていうのもね、そう、あのゲーフラの、ね、あの注釈面白かったねそうそうそうあれちゃんと書いたぜひ読んでください皆さんね、まだ読んでない方ね、めちゃめちゃ面白かったんで、あとはあれか、ウォーキングバトルの話が確かそろそろ、あ、そろそろ出てなかったっけか、さっきちらって見かけたぞ、はいはいはい、そろそろですかね、だとしたらまた日曜日スタート、あ、そうですね、ありがとうございます、来ました、ありがとうございます、22日スタートで26日までも木曜日までですね、はい、変わらず3000歩です、はい、首位で乗り切りたい、はい、1日30分歩いてるなって自覚がある方はぜひご参加ください、ぜひ、いや、はい、あとはいかがですか、片桃さん明日ニコ玉花火大会なんと、なので最近ね秋にあるんだよね、あ、ぶつかるかもね、はい、東急ユーザー特にね、すげえこれ、はい、とっとと帰るかめっちゃ遅く帰るかの二択じゃない、ね、あ、まあでも終わってスタグル食べ終わるぐらいの時間に帰れば多分みんながもう会場に着くぐらいの時間だからちょうどいいんじゃない、まあ、ちょうど上がってる頃に帰れるってことね、うん、さ、上がるちょい前ぐらいに帰れるかもしれないね、車の方がちょっとあれですね、気をつけた方がいいかもしれないですね、あ、うん、はい、ありがとうございます、はい、って感じですか、ちょっと ね僕が欲張っちゃってトピック1個やっちゃったんで、いや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 、楽しかったですね、これちなみにあのシーズンチケットとトリベンの話はまた別日ですかね、そうね、はい、ね、ちょっとちゃんとまとめるかあれですけど、でも結構いろいろまたいいですよね、これでも別日って、そう別日、そう別日って言ったんだけど、月曜日じゃん、で金曜日ないじゃん、そう、その次の月曜日って30日なんですよね、え、これだって別にさ、でもそんなすぐ申し込まなくても大丈夫だよね、1月中に話せばいいって、うん、結構さ毎回これさ、あの得点の違いとかさ、あ、ここ違うよねみたいなのがみんな意外とさそれぞれ見落としてるとこがあったりがするから、ちゃんと整理してね、そう、予習、ちゃんと予習復習しっかりしないと選ぶときにあれってなったりするから、いやでもなんか今回のグッズ、やっぱさグッズのためにね取り目になるとか全然ありそうな感じの、なんかそう元取れんじゃないかって思うグッズだね、うん、どれもこれもね、はいはい、ということで、ではでは本日、フットレコ224回目でした、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました、はい、感想食べ込みなどもハッシュタグフットレコでお待ちしております、はいはい、放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますのでよろしければお聞きください、はい、こちらでどのコーナーが面白かったですかというアンケートもやったりしているのでぜひぜひ投票いただけると今後の参考になるのでぜひぜひお願いしたいです、お願いします、お願いします、はい、はい、それでは皆さんさようなら、おやすみなさい、また来週、また来週。